多分地震があったのは3時前後でしょう。そうなると残り7分ぐらいでほら2番目の人が話しかけたから、あ、また来たかな。少し波が荒れてきましたね。ひょっとして来たか、これは。波が荒れてきてます。もしかしたら津波の第2波かもしれません。発生時刻3月11日15時15分頃、うん、15時15分、茨城県沖震度6弱。ちょっとまずくない、これ。はい、深さは 80km、 マグニチュード 7.4 です。うわー、ちょっと先生まずいかも。まずいですね。これは、見えますでしょうか。堤防をついに乗り越えようとしてます。うわ、はい、お疲れ様です。堤防を乗り越えてます。乗り越えてます。見えますでしょうか。ついに堤防を乗り越えて津波の第二波が来ました。 すごい勢いです。あ、車が押し流されてます。車が押し流されてます。見えますでしょうか。海の水がどんどんこちらに溢れてきます。たっかまずい。これも逃げる。海の水が来てます。海の水が来てます。すごい勢いで来てます。海の水が来てます。すごい勢いで海の水がすごい勢いで押し流してきます。車を抜けて逃げてください。早く。車を捨ててください。早く早く早く。車を捨てて。お父さんが自転車に行っちゃった。わからない。車が、なんかパソコンが。ここからでは多くの状況を把握できますが、現在この状況です。多分院内も水浸し、パソコンも無事かどうか。借金がたくさん残ってるっていうのに、コーラ明日からの業務はちょっと無理そうですね。はあ、車のクラクションが勝手に鳴り出したようです。
ああ、院内もめちゃめちゃだ、これで。また水かさが増えてきたようです。少し後退します。第3波もしくは第4波の津波かもしれません。もう悪夢のようです。何の音これは。見えますでしょうか、はるかに向こうの方に水が溢れてます。どうやら次の津波の模様が来た模様です。向こうの方に津波の水が溢れてきます。線路、ついに線路を越えました。 JR の線路を越えて津波が流れ込んできてます。